よくある。ここにいる人の見守り機能の見守り依頼来るの本当に嫌なんですけど。いい神社ですね。ちゃんとお賽銭していこう。これ右に行けばいいんだっけ？確かこっち行くんですけど、ちゃんとねお邪魔した分の再生はさせていただかねば。前下りで使ったけどね、滝ぐらい。変わらずの急坂です。ここは去年の5月頃に私が無事バテてヒヒ言ってたとこです。まあ結構斜度あるよね、相変わらずね。15度ぐらい。これ伝わんないんだよね。すでにだってもうこんな。おお。さらに勾配きつくなってます。もう登山始まる前から目元を言えないで地獄を見てね。これは地獄です、ね。今日こそ森林行こう必要だからね。はい、じゃあ大丈夫かな。地獄の脚本台に行きましょうか。目まといしつこいね。夏ってやっぱこんな感じなんねや。虫がブンブン言うてますね。じゃろ。お花、オレンジ色の花綺麗っすよね。ここにも咲いてる。ここにも綺麗なお花。ここにもそこにもあそこにも。誰もおらんな。草ボウボウですよ。初めて見た。綺麗だね。なんだろう。後で調べます。ちっちゃいね、まだ。かわいいわ。夏の目まといはやばい。ちょっと一時避難したんですけど、戻って百望谷コースからまた広場行くんやったっけ。僕らプレイス。こんな辺でバテれた記憶があります。割と岩の多い急登かな、これ。これ目まといなかったらちょっとやってみたいぐらいね。気持ちいいのよ。ニモアブに追われたんや。追われてたよ。二人ともね。一緒でしょ。僕もうダッシュで逃げたけど。とんでもない。景色はね、このように決まってるんですけど、ね、いい感じです。あるからいい。涼しいね、ここ。風さまさま。こっち。行きます。僕らの広場やな。僕らプレイス。あれ、やっぱ僕らプレイスやな。次の。屋根のない東屋。通り過ぎました。やっと目まとい減った気がする。心だった ね。もうじき旗立て山。旗立てたんですかね、本当に。旗立て山来ました。ああ、これのことようやく。あれ、じゃあ見たことあるのかな。あるよ。増えてきたね。なあ、どこだよ。あれ、僕らの広場。まっすぐだね。
着いた。天気が良ければ素晴らしかったけど、まあ今日は曇りで良かった。では暗がり峠に行きましょう。さあ、これ踏み跡わかんないね。ここら辺か。あそこだね。どこからみんな踏んでんの？ここら辺から行ってる。おお、うっそうとしてますね、ここは。安物ずばら行くで。はい。お願いね。あ、いい雰囲気だ。虫がいなければ。虫がいなければね。アブに追われて嫁を置いていったんですよね。この山だったからやったけど、もしあの稲村とかだったらアブに刺されるの我慢してでも待ってたと思うわ。余談は禁物。あ、もちろん。本当このコーススタートが山場だよな。スタートが山場。汗かくし、日当たるし。今涼しい。景色を楽しむ余裕が出てきた。さっきの風のおかげでクールダウン。アブ？おまたアップになっちゃってるんだよ。ちょっとやばい。ハチかアブのどっちかがいる。立ち止まってるとあかんわ。なあ。末広さん空いてるよね。空いてるよ。数ヶ月ぶりの暗がり通り。めちゃくちゃ水が美味しい。こんな水が美味しいことはない。またあれでしょ、水を食べたらおばあちゃんから言われるでしょ。いつもでしょ。いただきます。かき氷、久しぶり。ああ、うまい。このあの暑い時に、まあ、今涼しいけど暑い時に外で食べるかき氷しか許せないっていう話を割と定期的にしてるけど、これですよ。これ暑い時だからこそ美味しいと思うけど、かき氷は外でしか食ったことないかもな。確かに。そうだから、やっぱ昔の記憶で小学校時代の時に氷屋やってる友達がいて、あ、いたいた。そばがきゼンさん、めちゃくちゃ美味しそう。うま。最高。これなんだろう。そばがき。これそばがき。あ、最高。いい。最の高温であるって本当です。しかもお茶。お茶もうまい。塩分も取れる。何そのなんか仕上がったセット。いい。じゃあ参りますかね。行っちゃおう。1時間も経たんうちに着いちゃうんだよなこれ。はい、行こう。スカイラインの道路がちょっと見えてる。花、これだ。ああ。ミニっぽいな。でも花咲いてるしね。ちょっといいか。かわいいね、なんか。予報すげえな。出るやん。予報通り雨がちらほら。さあ、こっからまた山道に。これね、難しいな。はい。ちょっと可愛らしい。また調べるしかない。ラベンダーではなく、だいたい紫のちっちゃい花みたいなラベンダーっていう。あ、ここトンネルみたい。面白いね。ながトモカびっくりした。一度出たんですけど、なんかすごいここって感じになってんね。茂みっぷり。あー、ここだね。トンネルだ。
暗がり峠以降アブとあんまり合ってないな。懐かしい。ヒラーケータ、夏だからね。5月はまだ歩きやすかったな。ここまで茂ってなかった。トンボ？いいじゃん。しげしげだね。この辺めっちゃ混雑してたんじゃなかったっけ？前はよく登山者さんいたよね。人も多かったし。8月だからか、曇りだからか。わからん。クマゼミ大合唱よりこっちの方がマシやけどな。東日本育ちだし。鬼取山でいいんだったっけ。でももうあれやな、生駒のあれ見えてるってことはある。もうすぐだね。なんか標識あるみたいな。全然わからない。鬼取山。はい、もうすぐ生駒山ですが、なんかすごい雨雲かかっております。予報だと12時台が。そうそう、なんかもうまがまがしい言ってるけど、思い切っていいな。小銭でお釣りが切れて買えないリスクとかしたら、それが合理的だと思うな。はい、そう、三角点。はい、はい、一等三角点です。お花が上がった。そんなこと言う。ホワイトラベンダーってなんだよ。ホワイトラベンダーって何。あ、愉快な仲間たち。仲間たちはね、うん、ビーズ、赤字になってる。これ多分ライトアップされるのよ。すごいな、うん、うまっ。できたんちゃう。動画撮りたいな。メロディーズ。メロディーズ。おお、素晴らしい。かっこいい。停車場のレースの前みたいな。かわいい。うわー、すげー、すごいやん。すれ違った。トンネルの中っていうのもテンション上がりますよね。鉱山鉄道に乗ってるような気持ち。うん、乗れるじゃん。すげえキラキラしてる。すごいな、こんなキラキラしちゃって。も
ういう感じなんだ。俺帽子どこやったんだ。